あのなんでここで燃やされて、なんで言ってんだよお前は、なんでお前うるさいな、もうしてんだよこれ。はい、どうもこんにちは、たかしです。はい、今日はね、まあちょっとゆったりトークするような動画でもいいかなと思って一人で喋ります、カメラに向かって。いや、まあみんながそっちで聞いてくれてると思いながら僕は喋ってますから、ぜひぜひ聞いてってください。でも何話そうかなと思って何も決めてなかったんですけど、まあ、今日たまたま今ちょっと買い物行って帰ってきたら、まあ、服が臭いと。え、なんでってなったら、あの服が煙臭いんですよ。よくうちの周りあるんですけど、あの畑で物燃やすじいさん、何なんですかあれ。普通に、え、ってかなんで燃やすのあれ。よくあるんじゃん。まあ、東京だとないかもしれないんだけど、僕神奈川なんで、神奈川だとね、ちょいちょいあるんだよね。なんか外が煙臭いっていう。あれだと超近所迷惑じゃない。窓とか開けられないでしょ、家近い。家の近くにはないんですよ、一応。家の近くには燃やすとこ、燃やしてるおじさんはいないんで、大丈夫なんですけど。なんで燃やすのあれ。でも燃やせなきゃなんかダメなもんがあんの、畑で。で全然わかんないんだけど、畑で通ってないから。え、だって、なんかまあ畑で畑やるじゃん。なんか。畑をやります。それなんかが出るんでしょ多分。そんな、わかんないけど、なんか雑草かな、雑草、まあ、雑草かなんかを集めて、なんで燃やすの、このままでいいじゃん。燃やせなきゃダメ、だって燃やすでしょ。また畑が、で、畑に行って煙がボワーなってるでしょ、煙が。ボワーって、わあ、今日もいい風の流れだってこう流れていくわけでしょ。で家があるでしょ、こっち。なんとも思わないのか。ね、いや自分だったら、あ、やばい、煙、やばい、煙、いや、いけません、煙はってなるじゃん。なんないんでしょ、だから、あのおじさんたちって。だって、外、チャリとか原付の人はわかるけど、マジ臭くなっかんね。これ着てんすよ、僕。ダーマンなんだけど。あ、くっす。くっせぇ。くっさ。マジで。これ平気なんだよ、ここなんだよ。あ、まあファブリーで、あ、なるほど。マジ、なんなの、なんで、で、何が出んのあれ。何が出る、やっぱ雑草じゃない、雑草だよね。畑やってて、それがなんか、不作のやつだ。なんか、これダメだ、つって燃やすの。それ、ゴミ、自分家のゴミ燃やしてるの。それだったとしたら、もう最低だね。むちゃくちゃ最低でしょ。自分家からゴミ袋持ってきて、よいしょ、つって火つけんじゃん。それはちょっといかんね。もう肥料作ってんの、それか。何かをもうして、雑草かな。あれ、炭って何、肥料なんの、わかんないんだけど。なりそうだよね、なんかね。炭ってめっちゃ肥料になりそうだけど。え、いや、それ作るために燃やしてさ、だってもう明らかにボワーなってんじゃん。今日夜だったからそんなわかんなかったけど、もう確実に臭くなってるところだ。もう確実に誰かが燃してたんだよね、昼かなんか。その残りがかなんかが香ってたのか。超くせえから、マジで。で、まあ、ネットで調べてみたんですよ。畑燃やすとかで。なんで おっさん畑燃すのと思って。調べたらね、なんかあんま答えは出てないんだけど、あの、近所の畑でゴミなどを燃やすじじいがいて困ってますって。同じ悩み。同じ悩みの人めっちゃいる。やっぱ畑で買った草を燃やしてんのかね。焚き火なんなんだろうね。それか、まあ、めっちゃ焼き芋好きで、毎回焼き芋焼いて帰るみたいな。いや、買えや、そのじいさん。いや、もう我慢できんっつって、毎回集めてきて火つけて、焼き芋を送って、よし、帰ろうってなのがね。ちょっと許せないな。可愛い度合い、その焼き芋好きっていう、その可愛い度合いと、まあ、その、みんな臭いって思ってる、その迷惑度合い、やっぱね、迷惑度合いかかっちゃうね。焼き芋好きなのわかるけど、もう売ってっから、どこでもね、この時期。今1月あ、今2月か。俺も売ってっからさ、焼き芋ぐらい買ってよ。それかなんだろうね。まあ、それか、めちゃくちゃ嫌いな人がいっぱいいて、その人の写真をこう毎回撮っといて、それを現像して、それ全部焼くっていう。陰気じじい。で、陰気じじいの可能性はまあ、今ないね。陰気じじい、ちょっとそれなんか逆にかわいそうになってくるから、もう OK にしよう。陰気じじいのケースは OK。燃やしても。写真はね、まあ、本当に嫌いな人いっぱいいないからね、ブワー煙出るから、あんだけの量100人200人だよって、1日につき。そのコミュニケーション、1日につき、100人200人とその、
コンタクトが取れるぐらいだったらなんかそれビジネスできるよ絶対。ねえ、そのだって1日100人200人写真を撮ってもらうその能力はねえ起業できるで絶対。何もしてんだろうね。答えは分かんないんだけどね。インタビューする勇気もないし、あーお前何言ってんだよとか言われたらさ、あのなんでここで燃やされて、何言ってんだよお前は、何言ってんだよお前、うるせえな、燃してんだよこっちはってなったら嫌だし、それがもし本当に可能し本当にあの陰気じじいだった場合、その写真めっちゃ持ってるじいさんに俺話しかけたくないし、うわ写真めっちゃ持ってるってなるしうわしかも見るとなんかやっぱガソリンとか灯油を混ぜて燃やすみたいな。いやうちでもそのまあもともと昔住んでた子はもう田舎だったんで、そこは周り畑とか山だから燃やしたりとかしてたんだけど、まあ、明らかにもう住宅街なんですよ。住宅街からちょっと離れた畑みたいな、もうすぐ行ったら家あんのよ。結局何を燃やしてるか全然わかんない。やっぱ人それぞれかもしれない。マジで陰気じじいがいるかもしれない。まだ家からなんかいらないもんバン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 持ってきて燃やしてるってケースもまああるだろうね。わかんない、そういう人もいるのかな、よくわかんない。ネットで出てこない、やっぱケースバイケースっぽいしね。雑草とかゴミとか、いやあれ困るね。やめてほしい。俺だって毎回、まあ毎回でもないけど、たまにやっぱね通ってて、うわくっさみたいな、原付に乗りながら、うわくっせ煙くっせってなりながら、でもそれで仕事行ったりしたらもうだって煙、うわくっさこいつってなるわけでしょ。俺被害者なのにどんどんくっさってなって、もう最悪じゃんそれ。それ言ってみようか。もう本当に俺煙臭くなって、もうみんなから超ドン引きされて嫌われたら、もう俺さすがにそしたら行くわ、そのおっさんとこに。おじさんもうおっさんとこでもうマジで俺臭くなって周りから嫌がられてるんですけど、ああお前なんだ、ああもうお前こう、お前こうだ、お前こうやってこうやってこうだな。陰気じじいだった場合は俺をまた嫌われて想定もしてる可能性はあるよね。いやーもうだとしたら行くか。もう陰気じじいはもう返そうだからほとぼ。いや一番いいケースはやっぱ焼き芋じいさんだね。焼き芋じいさんだった場合は一緒に行って芋もらって帰ると。まあ許そう。もうくれるなら許そう。ねえ、まあ雑草、やっぱ雑草が思うかな。うん、何か、まあ家が農家だったりとか、何かそういう、何を燃やしてるとか、なんか知ってる人いたら、ぜひぜひコメントください。ちょっと勉強になるんで。はい、まあ第1回のゆるゆるトークでしたけれども、まあちょいちょい、まあ、こんな感じの動画も上げていきますので、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。はい、で僕 Twitter やってるので、ぜひぜひそちらもフォローお願いします。最初はこんなもんかな。またどんどん動画上げていくのでぜひぜひ見ていってください。高橋でした。バイバイ。明日も頑張りましょう。登録ボタン登録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